皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。実はですね、今襲撃が来ております。で、急いでですね、ちょっとね、一応終着駅の方には一応ついてますんでね。で、なぜかまたバーンさんがなぜかこちらの方にいたという謎の事象が発生し、ちょっとバーンさんは戦闘には間に合わないんですけれども、こちらですね、ここら辺は全て完成しておりますので、ちょっとね、空いてる人たちには悪いんですが、ここら辺作ってもらってる人たちはいいんだけど、ブランクさん仕事を切って、これ、シライクさんも仕事を切って、これ、グリーンフィンガーさんも、これ、あとは、クルップさんも、これかな。猫さん閉じる、ここら辺の仕様。猫さん、その前飯食わないと死ぬんじゃない？大丈夫？みんな配置について倒しましょう。あとはナインドさんもちょっと仕事切って、空いてるとこあるかな。あるね。来てんのかな。あ、来てますね。いますね。ここですね。左翼。戦争の指導者。ランクさん、おいで。両班はそのままでいいや。君たちもいるか。君たちもおいで。一旦仕事切って。さーてと、ほら、これを使用するんだ。ミンワンさん、はい、クロスボウ。ホップズは、ホップズさんも、内側が弱いか。ここにあるね。はい、の前にこれロックしないと危ないね。こういうの開けっぱなし。猫さん、食べなくて大丈夫なの？お腹まずいんじゃない？食べといた方がいいよ。食料でも食べといて。で、ここだな。はい、さあ、どこにいた？ああ、来てますね。なんか、わめくでしょう。さあ、来ました。到着しましたよ。ちょっと待って。なんでここ警報作動中になってんの？ちょっと待って。なんでそうなってんの？犯罪ですって何やった？え？マジかよ。ズーさんじゃここら辺の連中勝てないでしょ。防御体制だな。ちょっと待ちなって、これ無理だって。警報作動中じゃないよ。ちょっと逃げよう。ちょっと
そんなところで何やった？ちょっとね、間違えた、セーブしちゃった。ちょっとこっちだな。せっかくのあそこの戦いを見せたかったんですけど、何が起こったのか。はい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 。何がどうなったら犯罪になるんだろうね。ちょっとこっちにおいでも。君たち何もやらないで。こっちね。さっきまでのが台無しになったな。であれだね、ここ閉めといて。ロック。はい。巨人レインさんもここ。猫さんこっち来て。はい、閉めといて。まあこれだけ数いれば大丈夫か。ちょっと早送りしといて。照明付きハープ。こんだけいればなんとかなるでしょう。猫さんが空腹の状態なのが気になるんだけどな。はい。はいはいはい。さーて。来るかな。来てますね。頼むから何も起きないでね。やっぱりあのね、警察のやつらはね、因縁吹っかけてきますからね。いずれあの都市滅ぼしてやりますからね、警察連合。出てこいみたいな感じですかね。いやチャンプス。これか。もういいんじゃない。さあ始まりました。さあ明かりが灯されております。ああ、ガンガンガン削られています。削られておりますが、すごい弓が飛び交っております。さあドアが壊れる前に配送しました。ということでね、まあこういう感じになってしまうってことですね。いや恐ろしいですね。じゃあ、はい、お仕事戻って、お仕事戻ってていいよ。ブランクさんもね、ほら仕事あるから戻ってて。あと猫さんもね、はい、お仕事残ってるでしょ。ダブルさんはね、この中にいっぱいね、食料を溜め込んでますから。よし。向こうの方移動させないと仕事しないかな。電気作業台ってなんだろう。これやんなくていいか。いろいろスタックしちゃったな。この静電気、自動静電気ダメだな。自動静電気やるとね、なんかね、あれなんですよね。このしまう場所、これすらも一個一個指定しないと、勝手に収納容器だから収納してくれると思ったらしてくれないんですよね。はい、ということでこちら行きまして、そうだね、何も持ってない。この人で、あ、ダメだな。何人かで行かないとダメか。どうすっかな。行く人限定させるか。売るもん持ってる人いる？売り物持ってるのは、あ、これ使っちゃおうか。はい。
集めちゃおうか。ここら辺の刀を作動スケルトン君に渡して、他は売り物なさそうかな。ああ、はけたね、売り物意外と。いいね。これもいらないでしょう、別に。じゃあ、作動スケルトン君にちょくら買い物行ってもらいましょう。よし。侍軍曹。こいつ因縁吹っかけてきますからね、これ。なんか持ってんだろう、みたいな。金払えよ、2000キャット的な。ちょっと強いな、こいつら。いずれ復讐してやりますからね。今はとりあえず、自分たちの基地を大きくするの専念ですね。あ、参りだ。しみちった。しみちったよ。あー。そうなっちゃう。めんどくせえことになった。めちゃくちゃめんどくさいことになった。別にそんなつもりなかったのに。これは逃げれないな。何人いる？敵二人か。二人どころじゃないな。ちょっと無理だろうね、スケルトン君じゃ。ああ、で、そうなっちゃうの。やめてよ、そういうの。またロードすることになっちゃうじゃない。とりあえず武装解除だけしとこうか。はい。ああ、金目のも持ってるな。これも大したことないね。武器が売れるね。まったくどうしてこうなってしまった。悪いだろうね。ああ、持ってるね。何か警報作動中っつったってもうしょうがないじゃんね。もう奪うしかないんだよ。プレントーキューのか持ってようか。はい、尺か。とりあえずズーさん、バッシュ治療。所持品を漁る。あれ、所持品を漁る。危ないからね。うん、これも大して持ってないな。武装解除だけしとくか。危ないから武装解除。よし。あとは、ズーさん応急処置。侍の総長いるんじゃないの？大丈夫かな？あぶねえ。足持ってるな。普通等級か。これよりはいいか。まあこれは持ってるけど、はい、これ全部捨てとこう。危ないから。売れるもん持ってるね。これも持ってもらっとこうか。よし。シャツは大したことないね。まあ、はいどきましょう。あとは、
こいつはハイだか。こいつは持ってんな、危ねえな。武装解除だ。これも武装解除しとこうか。はい。ああ、場所とかにつけとけばよかったな。これ辺ね。保存されてしまったよ。よし。はい。侍の武器にしよっか。あとは、とりあえず、治療だね、みんな。ボロボロだよ。倒しといて。よし。こいつも危なそうだな。武器持ってるか。武器持ってんな。遠すぎて取引できない。しょうがねえな。とりあえず持てるんなら持たしとこうか。はい、はい、はい。やばかったな。大丈夫？修理。修理。修理して。はいはい。はいはいはい。いやー、やりたいことができないじゃないの。警報作動中って。だが危ないな。軍曹だ。マジか、軍曹だよ。いや持ってんじゃない。ちょっと後で整理しようね、ここら辺はね。とりあえずみんな今は修理救助地修理。修理。大丈夫かな。修理。修理。サムライ軍曹はヒットライトいた方がいいか。比較的大丈夫だね。やばいな、侍たち、侍がいる。みんな大丈夫？結構怪我してんじゃない？負傷部位に狙撃ないのか。狙撃。危ねえな、あれ。危ねえな、あいつらが起きたら。離れるか。とりあえず、スケルトンくん。いや、まし持てねえな。誰が荷物持ってる？ここら辺着せらんない？ねえ。ズボンもこうしといて、捨てちゃおう。シャツ捨てちゃったな。もういらないでしょう。これあるんだから、はい。これもね、はい。遠すぎる。どうにんの。シャクさんが。あれ、シャクさんが、もう一人シャクどこにいる？あれ、かぶってる？あ、ここに転がってんの、そうか。はい。
まったくなぜこうなった。本当に謎だよ。とりあえず一旦もう真っ赤になっちゃったじゃん。ほらどうすんの。マップ上赤くなっちゃったよ。とりあえずなんでそうなる。仲間を守るじゃないよ。あれ担ぎ上げたのまた違った。おかしいな。ああ危ない危ない。武装解除しとこう。持ってんね。武装解除できねえわ。早く立てないしょ。これはきついな。意外とスケルトン君君が持てるんじゃないかい。おっとスケルトン君ズボンがないではないか。スケルトン君装備ができたね。尺担ぎ上げて。ああ担げないか。担ぎ上げてよし。奴隷商人だ。なんでそうなる。ああやばい。危なかったね。何また起きてんの。目標捉えるじゃない。もういつになっても終わんないじゃん。死ぬまで終わんないよこの人たちは。はい、誰が一番荷物持ってない。この人か。はい。あ危ねえな。持ってやがったな。よし。あとこいつもだな。危ねえな。怪我してんな。こっちよりもこっちか。はい。危ねえ。武器だけは没収しとかないと。こんなもんか。あとは武装解除だけしとけばいいや。こっちも危ないんでね。命が奪ってるんで。やばい。どんどん来るな。修理。いや危ない危ない。なんか違う人入ってね。侍でもあれか、違うのがいるのか。武装解除だけしとこう。まったく。どうしてこうなった。せっかく冒険の旅へとか言ってたのにね。それどころじゃなくなっちゃいましたね、ちょっとね。とりあえずみんな自分自身を修理して、で誰が担いでるかだな。侍軍曹を担いでるの誰だ。ズーさん担いでんね。
通算以外は、通算誰か担いでんのこれ、尺稼いでんのか。ヘブ、そうするとこの尺さん以外でやればいいんだな、とりあえずね。はい、応急処置と、まあ治療だね、メインは。はい、 VV、 あぶねー、大丈夫？添え木、釈さんは大丈夫ね。よし、とりあえず行くか。なんていうことだ、まったく。ああ、ここキャラバン護衛がなんかやってるな。公益賞、公益賞いいね。ちょっと寄りたいんだけど、誰が武器いっぱい、この子か。スケルトン君はこの子も持ってるな。この子とこの子だね。誰か転がってねえか。バシ君、なんかいい様になっちゃってるね、こう侍セットに。公益賞、公益賞、話をさせてくれ。これまずいかもな。ああ、警報作動中になった。またかよ。交易所、中入ってっちゃったな。どうしたもんか。出てくるの待つか。ヘブ大丈夫そうだね。ヘブ担いでの誰だ。殺そう。よし、起きたね。で、持ち物的には靴がないか。靴はあるね。帝国侍の鎧ってなんだろうな、これ。ちょっと質が違うかもしれない。侍守衛が着てるものか。ちょっと質が違う感じですかね。まあ、とりあえず装備が整ったな。あとは、攻撃賞が、なんで、ああ、緑じゃねえな。いるな。侍重装歩兵だってやべえのがいるな。とりあえず離れようか。追跡。追跡。とりあえず遺跡の探検に行くか。いやー、ここら辺全部敵だらけになったな。まあ冒険に行きましょう。さーて、侍軍曹だけは逃がさないでね。これの人たちどうなったんだろうな。
あ、死亡だって。生きてんのもいるな。いずれ後悔させてやるからな。さあ、とりあえずちょっと冒険に行きましょう。こいつが回復してくんないとな。みんな賞金首になっちゃったな。みんな重傷だね。ちょっとゆっくり進もうか。合わせる人変えた方がいいな。みんなきつそうだ。まずね、バッシュにこれを持たせてるのがまずいね。下ろす。比較的元気そうな。コサドスケルトンくんダメだ。おっと、担ぎ上げてくれ。比較的元気なスケルトンくんにちょっと担いでもらいましょう。では冒険を始めましょう。こっちの方にまずあるんですよね。時間的にまああと50分ぐらいはいけるかな。誰か遅れてる人いる？まあそんなきっと変なのはいないと思うんだよね、多分ね。ここら辺だったかな。こう、あ、まずここにあんだ、確か。ここら辺に確かあるんですよ。ちょっと遅れてるな。まあしょうがない。いやー、侍連合、新生国も敵に回したし、都市連合も敵に回しましたね。すごいな。もうこのレッドはもうどうにもなんないってことですね。で、完全敵対関係ですね。これでシェクも敵に回したらとんでもないのかな。ここは何なんだろう。沼地の住人はまだね。スケルトンもね、多分そうそう敵に回すことはないんじゃないかなと。遅れてんな。足怪我してんのが効いてるね。なんだ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 。何言ってんの。そうなったか。いや、俺のせいじゃないよ。君たちが勝手に攻撃してきたんだから。報いは受けてもらうよ、ちゃんと。シャックさん、ここら辺の3人だな。ここら辺含めたので修理。軍曹負傷ってなってるな。修理、添え木。はい、軍曹応急処置だけしとくか、軽く。はい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 、よし、平常になったね。これで OK。 なんだよこいつら。なるほど、これは終わったな。来てる？ああ、遅れてんね、やっぱね。ちょっとこの行軍は無理があるな。ちょっとここら辺にあるであろう建物だけ
見つけたら終わりかな。確かあったと思うんだよね、こっちの方。なんかやってんな。え？マジかよ。ここでこいつらとちょっと数多いだろう。ルーさん防御体勢。ちょっとこの数はきついんじゃない？いやーめちゃくちゃ。なんか来てるし。キャラバン護衛攻撃章、護衛護衛護衛仲間を守る。こいつらも来たのかよ。これはどうにもならんぞ。ちょっと尺、ズーさんがやられた。うわーめちゃくちゃもうボロボロよ。とりあえずはいどこ、はいはい、よし。あと敵で剥げそうなのは手前にいるか。アイドいて危ねえもんは。よし、外角も奪っといて。キャラバン護衛は自己防衛って書いてあんな。にしてもめちゃくちゃだな。これは勝てねえんじゃねえ、さすがにね。ちょっと厳しいんじゃない？おお。あ。ああ、気絶してるな、モデルも。この子も気絶してんね。さすがに厳しいでしょ、この数相手にすんのは。あ、ズーさん動けるじゃん。あーやられた。ギャーやられてるよ。シャクさん頑張って。まあ無理だろうな、数的にな。縦塞がってんのはちょっときついか。おいおい、修理。シャクさん一人で頑張ってるな。それにしても、おお、ああさすがにやられた。ああやられましたね。まあ武装解除しましたけれども、大丈夫かな。瀕死ではないね。まあ大丈夫なレベルか、まだ。とりあえずこいつらのこの後の動きが、絶対復讐してやるからな。誰か回復されてる。
ああ、キャラバン護衛の人は回復してくれてますね。なぜか。そして起き上がる。全員持ち物は奪われてないね。持ち物は奪われてなそうですね。とりあえず急いで修理。結構時間かかってんな。修理。応急処置。修理。いや、さすがに数の前では無理でしたね。冒険する前に終わったな。ああ。応急処置。修理。忍びそう。大丈夫か。あと修理。シャクさん、一番頑張った君は。さて、とりあえず全員のステータスとしては、まだ添え木ができるかな。みんな添え木、添え木。クリックしても何も出ないな。大丈夫かな。何も出ないね。添え木が出ないね。本当に出てないね。大丈夫そうだな。とりあえず、まあ戻るか。戻りましょう。一旦戻るか。シャークまで行くね。えついでにこのルーイン、これ見るついでにシャーク行って、シャークならスケルトンベッドがあるので、そこでちょっと再起を図りましょうか。そのためにも軍曹には逃げられたな。担ぎ上げて、あと比較的元気な人をバッシュさんのとこにいる。いたいたいた、転がってる。担ぎ上げて、よし、はいはいはい。とりあえず戻るか。なんで戦闘状態になる。そんなのと戦ってる暇ないんだけどな。ガルルの敵を攻撃ってどういうこと？ああ、そうなっちゃうでしょ。そりゃ攻撃当たるわ。うわー、なんだよそれ。皆殺しみたいな感じになっちゃってんじゃん。違うからね。私たちやりたいの違うからね。そういうのじゃないよ。ちょっとちょっと。動物いじめないで。ほら、子供が来ちゃったじゃないの。あんまりそういうことはしたくないんだけどな。おお、どこ行く。あ、そっか、シャックさんは普通に行っちゃってたんだ。はい。あれ？シャックさん追跡になってるよね。おいで。あれ、置いてけぼりになってんな、バッシュ。
ちょっと待てよ。一人置いてけぼりになってんな。ああ、もう。なんていう世紀末な。やるかやられるかになってるな、もう。ほら、こうなっちゃうんだよ、だから。向こうだって数で来ちゃうわけですよ。そうやってね。戦ってると。戦闘に身を投じたいわけじゃないんですけどね、今は。探索したいんですけど、ちょっとね。こう、やりたいことと全くね、こう、勝手に戦闘を行いますよね。先に進まないじゃないね。おう、ほら、またすぐ起き上がるとそうなっちゃうでしょう。おい。訓練なってんのかな、でもね。これで一応武器は使ってるから。とりあえず、シャークさんこっちおいで。まあ、また起き上がるから、そうやって。とりあえず、シャークさん元気なら、バッシュを。これバッシュじゃないね、今のね。バッシュ担ぎ上げて、はいはいはい。こう、みんなすぐ起き上がるとそうなっちゃうからさ、死んだふりでもしてくんないかな。そっちの方が助かるんだよな。だから来なくていいからさ、攻撃したらとんでもないになるよ。命がなくなっちゃうよ。大丈夫。勝負位に添え木。選択肢ないね。し、とりあえずいけるか。これはもうどんどんに相当時間かかんな。とりあえずウェイステーションまで行きましょう。さーて、売るとこがないっていうのがね、なんともね。もう武器キャビネットとんでもないことになってるんじゃない？ブラックスミスどうなってる？仕事してる？ちょっとね、次回までに、そうだな。シャーク、一旦基地戻って、また戻ってくるか。下の方探検したかったんですけどね。ちょっと基地も建てらんないからね。それが簡易的な基地を建てれるか。例えばだけど、スケルトン修理ベッドってどうやって作れる？内装かな。ああ、電子部品鉄板どうか。ちょっとこれは物持ってこないと無理だな。ちっちゃな拠点でもいいから作るっていうのもありなんですけどね。まあ例えばこのぐらいの大きさの作って、スケルトン修理ベッドとね、で壁でちょろっと囲うぐらい。ただそうするとな、めんどくせえかな。人手が揃ってないと、人手とあとあれがね、建築のあれがもうここじゃ買えなくなっちゃったからな、ここ滅ぼすしかないな。63、実際の63人ですね。それを倒さないといけない。まあ実質、都市連合さえ倒しちゃえばいいんですけどね。まあ最悪はお金に、物を言わせて、傭兵ギルドから傭兵雇いまくって数十人規模でも潰しちゃうっていう手もあるんですけれども、まあまあまあ、それはなるべくしない。まあ最悪、最終手段もそれでもう大乱闘発生ですからね。もう一つの都市丸ごと皆殺しみたいな感じになっちゃいますからね。もちょっと待って、動いてない人いない、これ誰だ。左になってんのいる。
き去りになってんのいるじゃん。ちょっとこの人たちも置いてこよう。探検の邪魔ですね。ああ、ガルル死にかけか。この子たちもかわいそうだな。そんなつもりはなかったんだけどね。戻ってきて。動き早いの誰だ。この子比較的元気だね。担ぎ上げて。はい、行きましょう。奴隷商人、なんか巻き込まれたのか。この人たちも置いてってる人はいないね。そういえばバーンさんって戻ったのかな。なんかすげえことになってるけど大丈夫かな。あれウェイステーション向かうんだよ。終着駅の横通る気かこれ。ちょっと待って、なんでそこ。危ねえかもな。ここ抜けるのはちょっと厳しいので。いやー遠い、道なりが遠いですね。まあそれでも強行突入するしかないか。ピークシングルスさえなんとかできれば。その前にもう一個あるんだよな、調べられるところが。ここら辺に、こっち行くか。巣だけ気をつけて。もう一個調べられるところあるんですよ。また反乱のオフかよ。君たちとやり合いたいわけじゃないのに、そういうことやっちゃうとさ、こうなっちゃうんだよね。え、担いでんのは起きてないね。特に怪我した人いない？いなそうだね。じゃあ急ぎましょうか。こっちの方だったね、確かね。はい。巣だけ気をつけないとね、なんかの巣があったら。で、クレーターのここら辺にね、なんかあったんだよね。せめてそこだけは、皆さんにお見せしたいんですけれどね。変なの来なければいいんだけどな。ちょっと移動中に地図見ようか。 ありますね。エンプティーラボって書いてあるから空かもしんない。空かもしんないですけど、まあせっかくだから行きましょう。頼むよ、ピークシンクあんまし出てこないでね。奴隷狩りか。
また一悶着やらかす？やめてよ。知らないっすよ、そんなスケルトンなんて。ほら、こうなっちゃうんだよ。もう全部を敵に回す勢いですね、もう。はい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 。ついてきたね。ラボって書いてあるので、多分なんもないとこ。まあせっかくだから地図埋めるついでにね、行きましょうよ。そのままうまーくピークシングロスを抜けていきたいですね。クレーター。やべ、いた。パトロール中だな。一匹か。ぐらいならやれなくもないけど、無駄な戦闘は避けたいな。こっち行こうか。そっちまんまじゃん。まあ向かってきたら向かってきたらですね、やっちまうしかないですね。さあどの段階の攻撃段階に入るか。来た、認識した段階でか。まあしょうがない、何もさせるな。食料大丈夫かな。ああ5個あるから大丈夫だね。はい、なんとか切り抜けたな。ピクシングも仲間にはできるんですけどね、気をつけながら行こう。大丈夫ね。ピクシングは見つけやすいですからね、一応ね。ほら、ここの奥にも。2匹いますね。わざわざやり合いたい相手ではないですね。ただ、このまま行くと鉢合わせしそうだな。あ、発見しましたね。あれ、全然違うじゃん。こっちか。あれ、動かなくなっちゃった。あれこっちだっけ。待て、どっから湧き上がった。あら、こうなっちゃったよ。すぐこれだよ。あ、発見したルイン。倒して、どうにか早く早く倒して、ダメージ受ける前に、そんなにダメージ受ける前に、倒して倒して倒して。とりあえずここら辺起き上がれそうか。起き上がれそうだね。はいはい、治療し、とりあえず起き上がったな。し、来たね。 OK、 なんとか全員揃ったね。さあ、2つ見つかりました。こっちは空って書いてあったので、こっち行きましょうか。一応ね。ああ、巣があんな。気をつけないと。行けないじゃん。どうやって行くんだ？あれか。なんもないな。行けるわ、あそこ。どうやって行くんだ？いける気がし、クリックできないじゃん。あ、進んでくれた。どうやって行くんだ、そこ。完全にルート違うね。こっちか？大丈夫かな？なんか怖いな。あー、またか。
そうなっちゃうんだよな。治療。こっちだと反応しないんだよな。なんでだろう。はい、急いで急いで。ガンガン行こうぜ。こっちから行ける？止まっちゃったよ。どうやって行くんだあそこ。これだよね。これ無理だろう。無理だねこれ。何もちょっと、あ、無人の研究所ってなった。何もなかったっすね。じゃあこっちの方向かいましょうか。動いてる？ここに沿っていきましょう。どう行く気だろう。全然通ってるとこ違うけど。またピークシングかい。もうしょうがねえな、こっち行くか。で、こういう時に動かないんだよね。はい。とりあえず巣がないかだけ確認しながら行きましょう。ああ、あったね。こうすると無人の研究所ということでね。まあ何もないですよね。でここから上行きましょう。こっち沿い行けばいいな、せっかくだからね。隊列なしていくけど大丈夫かな。完全に遅れちゃってますね。ピークシングがいる。ああ、この動作スケルトンが戦ってんな。やばいね。ピークシングね、大事に。いや、マジか。一人でやりきったな。遅れてますね、行軍が。後ろの人が襲われるときついんだよね。ああ、巣が近くにあるな。これ全部ピークシングだろう。ちょっと見えないけど。誰が一番遅れてんだろうな。尺ついたね。バッシュかな、一番遅れてんの。パッと見バッシュだね。いや違う、バッシュよりも遅れてんのがいる。ヘブか。3倍の速度でこれだからな。あ、修理しといて、修理しといて。ヤギに行こうか。ほい、こっちの方が早いね。あと足遅そうなの。はい。ああ、何バトルしに行ってんの。バトルをしてほしいわけじゃないんだけどね。バッシュも遅かったでしょう。とりあえずこれで向かいましょうか。いやー、どん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 帰り道から離れてってる。凄まじいね。シュンってところに着きましたね。この中で誰かまた遅れてんの出てるでしょ、こうやってね。
かあるかな。誤作動スケルトンが遅れてて、シャク、バッシュ、バッシュも担がないとまずいな。担ぎ上げよう。このシャクもな、担ぎ上げちゃえ。行軍が遅すぎる。じゃあ、あんまし取りたくないけど、こっちの上の方から行きましょうか。何もいないのかな。ああ、下手にそっちの方行かない方がいいな。ピークシンクの巣だからね。逆にこっちの方を取ってた方が安全かもしれない。何もいなそうだな。いやー、なんだかんだ言ってこのモデルさんたちも能力値的には50人になってたりね。これ、やっぱちょっとは強くなってるよね。なんかいる。ガルドか。ガルドなら大丈夫。後ろが遅れてんな、今度また。特に何も発見できずか。はい。とりあえず今回はこれでアドバグの方行って終わりかな。なんか光があった。あれは家族か？賞金稼ぎって書いてあんな。賞金稼ぎ。これみんな賞金ついちゃってるからね。ほとんどの人。あんまし触れたくないね。まあ本格的には違うのかな。今はやり合わなくていいでしょう。とりあえず下の方どうしよっかな。一旦戻っちゃったらな。一旦戻っちゃうとな、下まで戻るのがめんどくさいな。それだったら今度逆に上の方行くか。で、上の方に関しては基地作っちゃうか。この漁村付近にどうしよっかな。そういったことも考えてちょっとやっていきたいな。ここら辺なんもないのかね。まあ特に襲われることはないだろうからね、ガンガン進んじゃっていいんじゃないでしょうか。なんもないか。ここで変に狼の巣とかあったら困るからな。よし。でね、こんな風にやってるとね、こっちの、お、古い前線なんちゃら、そっちかい。また今度ですね。あぶねえ、動いたか。こっちの方が止まってたりするんですよね。大丈夫かな。あれ、なんかおかしくなったな。おっと、ちょっとおかしくなっちゃったな。ちょっとおかしくね。ゲームをロード。これまたダメなパターンかな。また落ちてしまった場合はここまでにしたいと思います。途切れる可能性がありますのでね。その時はご了承ください。ちょっと画面がおかしいからね。ああ、治んないね。とりあえず今回は、ここまでにしたいと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。